メロエは、紀元前6世紀から紀元後4世紀にかけてナイリガ中流域、現在のスーダンの首都、ハルツームの北東に繁栄した黒人による文明、またはその中心となった都市。紀元前4世紀後半のメロエ王国の、女王ピラミッド配置紀元前10世紀頃から、現在のスーダンのナパタ周辺で、エジプトの影響を受けたシ守王国が繁栄していた。紀元前7世紀に、 鉄器で武装したアッシリアのエサルハドンとアッシュールバニパルの侵攻をエジプト第25王朝のタハルカが受けてクシュ王国まで落ち延びた。紀元前591年頃 EN ・アスペルタ王はメロエに戦とした。クシュ王国がメロエに戦として以降をメロイ王国と呼ぶ。鉱物資源や農産物に恵まれアビシニアからインド洋へ通じる。 交易路の結節点として栄えた。アッシリアから導入した製鉄技術が高度に発達し、アフリカ大陸全土に広まった。ナイル川とアトバラ川の合流点に近いメロエは、鉄鉱石や樹木が豊富で、クシュ人自らも製鉄を行い、アフリカ国人の歴史上最初の鉄器製造の中心地となった。メロエには小型のピラミッドが数多く建造され、 ヒエログリフを元にしたと見られるメロエ文字が発明されるなど、クシ王国同様エジプトの影響を色濃く受けていた。エルガメネス王の頃から最盛期を迎えた。350年頃、アビシニア高原に起こったアクスム王国の侵攻を受けて滅亡した。九州とナパタが滅ぼされた後王の唯一の居住地となった。都市の様子は今もメロエ遺跡として残存しており、堤防。 宮殿、アメン神殿跡などが見られる。メロイ島の高校遺跡群は2011年世界遺産に登録された。この世界遺産は世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし登録された。ありがとうございます。